じゃあ各国は支援をしてくれた、ずっとね、この裏で、この裏でどうだった、160年以上大宮県に上げ、はい、もう1万7000枚 3.6 トンなどの物資を提供、韓国は100人以上の援助隊を派遣、毛布6000枚物資100トンの等の物資を提供、中国は15人の援助隊を派遣、3000万元約3億な7000間違って、台湾含んで100を超えてるから、武士とこれが問題なんだよ、それが問題なんだよ、台湾は台湾だよ、どうして急に台湾を追い出すの、言いますよ私、ロシアは何してたか、空軍機が日本上空に二度接近、二度韓国は何してるか、竹島近海に総合ファイルパーク基地を建設することが明らかに、ね、中国は何してるか、これがちょっと弱いです、弱いこれ立ててくんないと困っちゃう、海洋調査船の搭載ヘリが自衛隊の護衛艦に急接近、こんなの撃ち落としてもいいぐらい、ところが問題は抗議するんですよ、するんだけど形式的なものにとどまってるんですよ、ふざけるなと、こんな大事な時にね、日本がこんな苦しい時にね、抗議もできない政府なのかと、いや本当にそう思う、事実誤認だって、それから一番援助してくれたのは台湾なんですよ、台湾はアメリカよりも金額は150億もやってるから、台湾はものすごく親日的な存在なんですよ、ところがね、政府は思考停止で産休広告というのを出したんですよ、アメリカさんありがとう、韓国さんありがとう、中国さんありがとう、台湾には出してないんですよ、出してないんですよ、台湾も中国も中国人だから、こういうところに日本人じゃないんだよ、台湾は台湾人なんですよ、ね、山際さん、間違いない、山際さん、ちょっといい、